年上の左利きの人の中には右手で字を書いたり物を食べるようしつけられた人が多いことでしょう。世界の多くの場所では今でも正しい手を使うよう子供に教えることが一般的に行われています。右という言葉が正しいとか良いという意味なのは英語だけではなく他の言語でも見られることなのです。でも左利きがそんなに間違っているというなら、そもそもどうして左利きの人がいるのでしょうか。現在では世界の人口のおよそ10分の1が左利きです。考古学的な証拠によると過去50万年もの間これは続いているといいます。人間の遺骨のおよそ 10% が利き手に関連した腕の長さや骨密度の違いを示しているほか、古代の道具や人工遺物に左利きでの使用を示すものもあります。多くの人の考え方にもかかわらず利き手は自分で選ぶものではありません。地球内での胎児の姿勢から誕生前にも予測できるのです。利き手が生まれつきならば遺伝するのでしょうか。どちらとも言えません。同じ遺伝子を持つ一卵性双生児も利き手が違うことがあります。実際他の兄弟と同じ割合で利き手が異なっています。右利きか左利きが決まる確率は両親の利き手によって驚くほど一貫した割合で決まるのです。父親が左利きで母親が右利きなら 17% の確率であなたは左利きになり、両親とも右利きなら 10% の確率で子供が左利きになります。利き手は偶然決まるように思われますが、確率は遺伝子によって決定されているのです。これらは全て進化の過程によって少数の左利きしか生み出されず、それが1000年も続いていることには理由があるのでしょう。そもそも利き手が存在する理由やほとんどの人が右利きである理由についてはいくつかの説が唱えられましたが、最近の数学的モデルによると実際の割合は人類の進化における競争圧力と協調圧力のバランスを映しているといいます。左利きである利点は戦闘や競争を含むスポーツなどの敵対者が絡む活動において妨げるものがないということです。例えば野球の主力打者の 50% は左利きでした。なぜって不意をつける強みだと考えてみてください。左利きはそもそも少数派なので、右利きと左利きの人々はいずれも右利きの相手に遭遇したり右利きを相手に練習することがほとんどです。ですから両者が相まみえると左利きの人は右利きの相手と対戦する準備ができているのに対して右利きは困惑するのです。この戦闘における仮説では人口における不均衡によって左利きの選手やスポーツ選手が有利になるとされ、これは負の頻度依存選択の例です。しかし進化の原理によると相対的優位のある集団はその優位が消失してしまうまで成長を続けるといいます。人類の進化の過程で人間が戦闘や競争だけを行っていれば自然選択によって左利きはどんどん増えて、あまりに数が多いためにもはや珍しい性質ではないまでに増えたはずです。純粋に競争的な世界では人口の 50% が左利きになるはずです。しかし人類の進化は競争と同じく協調性によっても形成されています。協調圧力によって利き手の分布は反対方向へと押しやられます。ゴルフの成績は対戦相手に左右されないため左利きはトッププレイヤーのたった 4% です。道具を共有するという広く見られる現象です。ゴルファーの卵である若者が右利き用のクラブを見つけやすいのと同様に、社会を形作ってきた重要な道具の多くは多数派である右利きのためにデザインされています。左利きの人々はこうした道具をうまく使いこなせず、事故に遭う確率がより高くなるため純粋に協力的な世界では成功する率が低くなり、最終的に人口から姿を消してしまいます。一般的な人口における左利きの分布を正しく予測することとさまざまなスポーツにおけるデータを比較することで、このモデルは少ないながらも一定数の左利きがいることには競争的な影響と協調性の影響の均衡が反映されており、両者が長い間同時に働いていると示しています。最も興味深いのは数字によってさまざまな人口に関して多くのことがわかることです。協調性のある動物における利き手の偏った分布から、競争的な狩猟社会においては左利きの人口がほんの少し多いことまで、初期の人類の進化の謎に対する答えのいくつかを私たちはすでに手にしているのかもしれません。学びが好きな人ならチャンネル登録を。猫の視点から捉えた世界史から月に居住するための条件まで、様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。